はい、どうもゼロゲンと申します。バイオハザード RE3 やっていきたいと思うんですけども、ですね、もうシナリオの方はね、完全にクリアしたんですけども、今現在の私の状況をですね、お見せしますと、こういう感じですね。はい、あの後結構頑張りまして、レコードですね、この絵をこれぐらい、もう結構ね、クリアしております。はーい。いやー、頑張ったね、俺ね。このエコノミストが一番辛かったね。うん、個人的には。で、残りはね、この4つかな。うん。この4つクリアして、で、そしたら、全部達成したらこれが解放されるっていう感じなんですけども、これがですね、難易度ナイトメアだったかな？ナイトメア。このハードコアをクリアしたら出現するナイトメア。で、ナイトメアをクリアしたら現れるインフェルノだったかな？最高難易度ですね。うん。今作の最高難易度のインフェルノだったと思うんですけども、名前が。それをクリアしたら、ようやく全てのレコードが達成できるっていう感じなんですけども。で、ショップの方もね、ほぼほぼゲットしてます。はい。こういう感じでね。ちょっとサムライエッジとかちょっとまだ残してるんですけども。そうだね。サムライエッジと、この無限アサルトライフルかな。はい。これだけかな。とりあえず、まだ取ってないのは。うん。まあ、正直まだ、必要はなかったので。うん。無限アサルトもね、この無限ロケットランチャーをね、手に入れたので、正直これだけあれば、大体、オッケーな感じだったんでね。はい。この無限ロケットランチャーのおかげでね、もうかなり、もうバイオが無双ゲーになってすごく楽しいですね。で、今回はね、そんな、ナイトメアかな。はい。これ、こちらですね。シリーズマニア向けのモード。敵の攻撃動作が激しくなり、敵の攻撃が非常に強力になる。で、敵アイテムの配置がハードコア以下のゲームモードから変化しますということで、このハードコアをクリアしたら出てくるこのナイトメアですね。今回はこのナイトメアモードを、無限ロケットランチャーとかね、あと回復とか猛攻とか、まあ、鉄壁のコインとかかな。うん。その辺のアイテムを完全装備してから、駆け抜けたいと思います。うん。もうキーアイテムだけしか取らないような感じで、駆け抜けてゴールを、ね、速攻でしていこうかなと思っておりますけども、ナイトメアモードが、結構ハードコアモードから、いろいろ敵の配置とかがね、変わるっぽいのかな。数も増えるらしいので、正直どうなるかわかんないですけども、無限ロケットランチャーとね、鉄壁のコインとか持ってればなんとかなるんじゃないかなーっていうことでね、ちょっと今回はやっていきたいと思います。もう完全装備ですね。つまり、はい。もう自分結局下手くそなので、もうそんな、ね、もう縛りプレイとかやらないっす。もう完全装備で、このナイトメアモードっていうのをね、やれるのかっていう感じでね、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。とりあえずナイトメアモードやっていきたいと思います。とりあえず最初のプロローグの部分はね、ちょっとカットしたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。分かった。はい、というわけでカルロスと合流して、最初のプロローグの部分ですね、をクリアしてきました。いや、もう最初の部分でもね、結構ゾンビの数が増えてましたね。増えてて、結構激しく攻撃してきたんで、いやー、ちょっと怖いっすね。完全装備で臨むとはいえ、ちゃんといけるかどうかちょっと怪しいところですけども、私が。まだサイドパックはね、もう取っていって。で、ここからですね。もうこの辺はいらないっす。もう無限ロケットなんちゃだけでいいっす。で、チェーンとキーピックは一応持っとこうかな。で、コインで、これですね。緊急回避とかしやすくなるやつですね。これを持っていきましょう。こんだけでいいです。もうできるだけノーカットでね、もう、前編後編ぐらいな感じで、おら！もう、
2パートぐらいで完結させるぐらいの勢いでやり、うわーめっちゃ増えてる、すげえな、全然数が違う。2パートぐらいで終わらしたいんですよね、このナイトメアモード。あの1時間切るか切らないかぐらいでハードコアモードはこの装備でクリアしてたんで、まあナイトメアモードもそんなどうだろう、敵の数とかが結構きついとは思うんですけど、まあ無限ロケランがあるんで結構いい感じにいけると思うんですけど、あれここ全然敵いねえやん、あ寝てるだけかお前ら、なんだ、もうキーアイテムだけ取ってさっさと抜けます。おなんだん、あいけねえの、あいけねえんすか、そっかいけねえんだ、なるほど、ちょっとナイトメアモード結構ちょいちょい違うね、やっぱりちょっとハードコアの時とはだいぶ違うかもしれんね。ほらどこいるやろ、あれいねえ、ここいる、うわっわあおお、やっぱりいた、なんかそんな気したんだよなここやっぱ敵の数がめっちゃ増えてますね、うわっうわっ、嘘、もう寄生隊がいる、うわーマジか、まあさすがに1時間でクリアはきついかなこれ、ちょいちょいロケランぶっ放して行った方がいいかもな、ここいるやろ、あいね、あれいるとこといないところがあるな、よし、ん、なんかガシャンガシャン言ってなかった今、そうかナイトメアだったらいるところもあるしいないところもあるっていう感じ、うわお、お前がさっきからボンボンしてたの、はい、なるほど、ちょっとこれ無限ロケランでも油断できんすね、うん全然できんわ、火を聞かなきゃ、でも基本的に無限ロケランあるともう頼もしくてしょうがないね基本的に本当頼もしいし楽しい、本当に誰かいるの、はい、でチェーンカッターここしか使わないんじゃないのかな、あと1個ぐらい使ったっけ、もうあのムービーとか全部スキップします、ニコライ、こらクソ、今売ってたらもう物語結構楽になってたのにね、でうわ寄生隊もいるし、わーい、ワンチャンワンチャン、ちょっと早かったね打つのが、打つの早かったな今の、この無限ロケランね、ちょっと唯一の弱点っていうのがちょっと構えるのが遅いんすよね、やっぱりでかいんで獲物が、で俺この後がねちょっとねこのロケラン持ってても結構苦手だったんですけど、ハードコアの時、あいた、いる、この虫のところっすね、この虫のところね、あんまりロケランと相性が良くないというか、その構えるのが遅いんで、あそうかサイトパックもう落ちてねえんだ、そっかしまったな、それだったらもうちょっと、きついかもしれんな。考えたくもない。で、まあグリーンハーバー1個だけ持っとくでしょ。このあとあれするんで。で、使う。ここ苦手なんだよな。無限ロケの持っててもここ苦手っすね。で、一応念のために、グリーンハーバーもう1個持っといた方がいいっすね、これ。あの、ハードコアの時にね、あの食らったんですよね結構、どこいる、後ろいるな、
よ。うわ、危ない。あ、ちゃう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 。これ多分ね、来るんすよ。うぃ、やーんやんごとなき。もうここ苦手。おわー、ちょい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 、多いな、数多いな、やっぱり。ちょいちょい消毒していかないとあかんな、これ。出てくるかな。お、ラッキー。一発撃っとく方がなんか安心感がある。結構配置変わってるから分からんな、ナイトメアモード。ハードコアとはなんか別と考えた方がいいね、本当に。これ困るね。はい、いた。なんだこのロケランが自分に食らわねえのがまだマシやった。おっと、危ねえ。危なかった今。自分にダメージないのが本当助かる。はい、うわ、めっちゃいるはい、タさん逃げるわよ。はい、めっちゃ出てくるやん。何これ、こんな出てこなかったで今まではいはい、熱湯消毒。うわー、いっぱいいるー。さようなら。よし、あとはまあまあまあ充電源を入れるだけ。マシかな。でもハードコアの時卵を見つけられたからな。で、近くにグリーンハーブがなかったからね、めっちゃしんどかった。死ぬかと思った。カル、はい、はい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 。で、この後またネメシスさんが出てくるんすけど、ネメシスね、かわすんだよね結構ロケラン。一応逃げた方がいいとは思うんすけど、あ、倒した。よし、オッケーオッケー。ひざまずいとけ。うほー、多いね。多分ナイトミア復活するのも早いんちゃうかな、ネメシス。はい、多分そこいるやろ。よし、で、指令室ですね、行きましょう。はい、ドーン、はい、ドーン。あ、飛んできた。よし、いいね。オッケーオッケーオッケー。やっぱ復活早いな。もういけるよね。よし、はい、ドーン。わお、なんだ、結構範囲ほんと広いよねこれ。このビル、もしかしている？あ、いたわ一応ぶっ放しといてよかった。はい、で、ここね、まあ、俺覚えきれねえんだよな、ここFA かな、 PRA かな。私、スーパーコップよ。 SA かな。あ、間違えた。おいおい、ルートの設定が完了しました。カルロス、私を運行ルートを設定した。映像知る、素晴らしい。不当不屈だな。不当不屈。戻ってくれ。出発の準備をしておけ。よし、戻ります。吹き飛ばします。
ちょっと何本当。お無視。うわー無視。めっちゃ降ってきた。はい、よし、駅に戻ります。どんぐらいで復活するのかね。わあ、なんだ。わあ、嘘。どう。うわ、嘘。復活早いし、なんかめっちゃ降ってきた。うわ、めっちゃいる。すげえ。やば。そんななる。親方、空からゾンビが降ってきた。マジかよ。やば。で、よし。今のはね、ちょっと自分の足元に速攻で撃ったら、あいつ、あいつ本当すぐ真後ろにいるから、ロケランなら当たりますな。これ間に合うかな。ほい。ハンターガンマだっけ？あのお魚さんも結構いっぱい頻繁に出てくるのかな。ここサイドパックあるかな。あってほしいけど、ないかもしれんね。これ以上増えないかもしれんな。そうなってくるとコインを、そうだな、何個か置いてった方がいいな。猛攻が別にいらないっちゃいらないんだよね。まあ回復もまあ当たらなければどうということはないけど、 あるやん、あれは持っとこう。単純に数が減ってんのかな、ナイトメアだったら。一応出てくることは出てくるけど、出てこないところもあるっていう、そういう感じか。よし、もうバイオでこういう高難易度プレイをねやったことないからね、今までのシリーズで。あ、どうだったかな。あ、4の時だけやったことあるかな。あれ、いない。いるよね。あれ？え？ん？ん？ん？ うわ、なん、そっから出てくんの？そっから来るんだ。わお。あ、ちょ。はい。この一撃で沈められるのがすごい。あ、これ、あ、やっぱ荷物欄、あ、よしよしよし、そうだよね。よし、でこれも使うという、捨てるで、はい、危ねえ、これでいいや。よし、どこから出てくるかがわからんのが怖いな。今こいつこっから出てきたよね。わーい。はい、焼け魚。はい、焼け魚。ビチ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 。やっぱ今までにはないゾンビが不意に来られるとびっくりするな、やっぱり。よし。よし、ここか、ここにも出てくるでしょ、多分。はい。よし。で、開けて、ちょっとサイドパックはちょっとね、取らせてください。もうあの、多分、早い人はもう、無視して多分先に行くと思うんですけど、これ多分俺コインとかちゃんと保険かけとかないと怖い。私怖い。まあ別にリアルタイムアタックとかそういうタイムアタックやってるわけじゃないんだけどね。うん、よし。
で、はい、よし、これ出てくるかな、意外と、あ、出てこない、意外と今のところ飛んでくるかなと思ったんだ。よし、あ、ちょ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 で、この無限ロケラン手に入れるのすごい大変でしたね、やっぱり今更ですけども、なんとかの銃で何体倒せみたいなのが結構やっぱね、その稼ぎポイント使わないとどうにもできないところが多かったっすね。あとは何だろう、まあ最初の方にもちょっと言ったっすけど、アイテムボックスをね一度も開かずにクリアっていうのが個人的に一番辛かったっす。それをやろうと思った時にはこの無限ロケットランチャー手に入れてたんですけど、そのこの無限ロケットランチャーで戦うためにはそのアイテムボックスを開かないといけないので、だからね、なんだろう、強制的に無限ロケットランチャー縛りさせられてたんで、一番簡単な難易度でもね一度も開かないでやりくりするっていうのはね結構辛かったっすね、うん、辛いし割とストレスだった。無限ロケットランチャーあん中あるのになーって思いながらずっとやってたさあ逃げましょう。これさ、俺周回プレイしてて思ったんだけど、ジルさん同じところをぐる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 ねずっと結構回ってるだけなんだよね、うん、最初からこの地下鉄で逃げるところまでちょっと別の道をぐるぐる回ったりして、でも結構同じ場所を回ってるだけっていうね、結構よし、よしよし、さあネメシスさんとの直接対決ですね。もう戻れない、足元当たってれば大丈夫なんちゃうの、直接当てる、こんだけ打ち込んでも死なない、やばやばまだ？あ、終わった。よし。オッケー。めっちゃ打ち込んだね。あ、ちょちょちょ。じゃあ戻りましょう。よいしょ。これよりないんだ。うわ、めっちゃいるやんけ。うわ。ほら。ほら。めっちゃいるやん。めっちゃ増えてるね。よし。わーい！ど、なんでこう、出てくん。上からポトッと落ちてくんのやめろや。びっくりするから。で、さすがにこの中にはいないよね。イベントだから。で、これもらって。よし。速攻で行きます。あ、こうサイドパックあったっけ？いや、なかったと思うけどね。カチャリンコ。ほんと敵の数増えてんな。もうハードコアとか全然違うやんけ、ほんと。一匹だけ？あ、一匹だけか。よし。で、また
出てきますよね。わーい、痛い。よし、今の撃つの遅れたな。あ、なんか2匹いた。お、いる？いるやん、やっぱり。やっぱりいるわ。そんな気がしたんだな、今。あいつは攻撃してくるかどうかわかんないけど、一応撃っとこう。で、ここなんすけど、僕多分これね、俺は走り抜けた方が早いと思うんだよな、これ。一応攻撃して、相手倒せることできるんですけど、なんか狙うのが割と難しいんですよね。なんで俺、あそこ走り抜けた方がいいと思うっす。今のうちにあれ撃ってさ、転がしといた方がいいんじゃないの。ネメシスのあれで壊れるんなら、吹っ飛ぶなら。通信は全部無視。で、あの顔が転がってきた後ネメシスさんが飛んでくるのが嫌なんだよな。はい、もうめちゃくちゃ、ね、もうむちゃくちゃよ、ほんとむちゃくちゃ。 あれうっそ。ああそう、ダメ、あ、ダメなの、あれ、まっすぐ逃げないとダメ、横にそれたらダメ、あ、そういうことマジか、うわー、マジか今のところで死ぬとは思わなかったな。これ反転しないでそのまま下がるだけでもいけるんかな。もうめちゃくちゃね。結構ギリギリやな、そう考えると。危な。多分飛んでくるんですよね、あいつ。よし。多分大丈夫。おお、なんか復活早いね、さすが。狙われてたね。さあイライラタイムですよ。はい、行けやってここ、早く行けやって。こいつが足前を塞ぐから行けねえんだよね、前に。いや、借りを返しただけだ。とあ、立ち止まるんじゃねえ、行け早く、ほら行け。とにかくこれでみんな町から脱出できるのね。君はもう大丈夫だ。さあさあ、あげろ、あげろ、あげろ。あなたは一緒には行けない。地下鉄には乗らないんだ。どうして？あなたがいいんだ。はよ、はよ、くぐれ、ジェルさん、くぐれ。なんだってやつだ。よし、あれ、壁抜けみたいな裏技あるんかな。よし。で、この後、カルロスパートですね。あー、結構、いやー、もうさっき死んだのが、地味にショック。さっき死んだのが地味にショックだわ。あんなところで死ぬつもりなかったなー。あー。よし。で、カルロスパートに来たということで、あー、ここまでで30分切ってるぐらいか。遅いね、これは遅いっすよ。あ、まあ動画の方も一旦これで終わりたいと思います。もう次のパートでもう一気にクリアまでいけたらいいなっていう風には考えてるんですけども、どうなんだろうね。ちょっとナイトメアだからまだ、まあ何とも言えないですけども、はい、まあどっちにしたって一旦これで切りたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。